来ちゃダメ。どうした？大丈夫だからこっちへ来いよ。動けないの。え？これは赤外線センサー。新一、もう立ってられないよ。ラ、頑張れ。くそ、センサーに触れたらドカンってことか。この日付は。本当に園田真知子さんで間違いねえんだな。間違いない。あの携帯は真知子ちゃんのだ。ストラップに見覚えがある。真知子さんとはどういう知り合い？何のパソコンスクールの先生でな、俺の飲み友達だ。エッチはしてない。健全って。おい、パソコンスクールはうちの系列の子会社で、彼女にはそこの講師も兼任してもらってたんです。なった、やっぱり真知子ちゃんだ。え、真知子ちゃんしっかりしろ。本当だ。マチコちゃん、警察に通報した時点でこの銀行を爆破する。支店長、とにかく警察に連絡しましょう。ちょっと待ってください。本当に爆発したらどうするんです？大体警察呼ぶんなら皆さんには相談していません。ところでおっちゃんはどうしてこの銀行に？今日の昼間のことなんだがな。あ、マチコちゃん、何、合コンのお誘い？すいません、実は今すごく厄介なことになってて相談に乗ってほしいんです。絶対警察には言えないことなの、言いたくないの。だからお願い、銀行の私のデスクに来て。今思えば言えないことというのがこのことだったわけだ。それで毛利さんを案内してここに来ると、なぜかこのシャッターが閉まっていたんです。なぜかというのは？このシャッターは完全コンピューター制御されていて、決められた時間以外には開閉しません。おい、どういうことだ？おそらく犯人が防犯システムに侵入してプログラムを改ざんしたってことだ。しかもこのパネルを操作した時点で銀行全体が爆破する仕掛けを作った。銀行内部の人間の犯行か？各出入り口の防犯カメラの記録映像もチェックしましたが、外部からの侵入者もこの建物から出ていった人物もおりません。現在この建物内に残ってるのは我々と警備員2人と他に3人。犯人は誰ですか？おっちゃん、そういう質問は。ならまさか3人で寄ってたかって。違う、私が一人で殺したんです。違う、私がやりました。違う、俺が犯人なんだ。もしもしら、着いたか？着いたけど、猫の添付したら写真ってどうするの？佐藤刑事たちに見てもらってくれ。分析してほしい内容はメールを読んでもらえばわかるからよ。うん。あ、ちょっと新一、写真って何のことなの？事件？わかんないんですけど、この写真を分析してほしいみたいですね。バカ！机にした。佐藤さん、早く。ランちゃん、何やってんのよ。情けない。お前ら本当のこと言え。大変なことをしてしまった。殺すつもりはなかった。彼女は死んでる。殺した私が言うんだから間違いない。なんでそういう嘘を？嘘つきはあなたじゃない。私が確実に彼女を殺したんです。もう手遅れよ。ここでシャッターを開けようとして警察が動き出し、銀行が爆破されたら取り返しのつかないことになるわ。これを貼ったのは
あらららら、そこは全員否定するんだ。おっちゃん、とりあえず手分けして事情聴取しよう。うん、俺がこいつら全員ガズンと締め上げてやる。来い。実は私と園田真知子は人目を忍ぶ関係にあった。愛人関係。初めは互いに割り切った関係でいようという約束だったんですが、最近真知子はそれでは我慢できないと言い始めて、奥さんと離婚し、結婚を迫られていた。だからそれは奥さんに全部話してやる。やめろって言ってるんだ。おい、こうして、おい。地上のもつれの果てに殺害したってことですか。いつかはこういうことになる。そうしなければ私の家族は崩壊する。そう思っていました。ちなみにあの張り紙は二村さんが貼ったんですか。それは知りません。あの女には黒い噂があったのよ。真知子ちゃんに黒い噂？業務上横領よ。貸金庫利用者が保管している貴金属などの物品を無断で持ち出して、それを担保にして資金調達、投資につぎ込んで儲けが出た時点で持ち出した物品を再び金庫に戻し、儲け分を自分のものに。シャレになんないわよ。あんな小娘のために築いてきたキャリアが台無しだわ。だからことが大事になる前に彼女を説得する必要があったの。部下の責任を取らされてあんたも解雇ってこともあるだろうからな。それで全てをなかったことにしようとしたわけか。今日彼女が無断で持ち出していた物品を戻しに来ると予想してたわ。あら、もう言い逃れはできない。銀行の信用が落ちる前に。信用が落ちる前にですって？笑えるわね。自分から110番してバラすって言ったら。私のせいだ。このまま逃がしたら大変なことになる。そう思って気がついたら。あの張り紙はあんたか。違うわ。でもあながちハッタリだとも思えない。何？彼女は優秀なシステムエンジニア。このくらいのシステム侵入するくらいはできる。それに貸金庫なんて何が入ってるかわからない。全部調べたら爆弾ぐらい入ってる可能性だって否定できないわよ。じゃああれは真知子ちゃんは。私はそう思う。自分の言う通りにすれば大金が手に入る。ただ緊急事態が発生したので協力してほしいと。緊急事態？貸金庫の中の貴金属を持ち出して金に変えていることを上司の酒井さんに感づかれたと。それで私を殺してほしいの。え？もちろん芝居でよ。芝居？実は今あるものをちょっと担保に拝借してるの。時価2億6000万のエメラルドの首飾り。2億6000万？中東のケアート王国の大使が預けてるその首飾りは今も私が貸金庫から持ち出したままになってるの。ところが明日急遽公務の予定が変わった大使が帰国前にエメラルドの首飾りを引き出しに来ることになったの。でもすぐにエメラルドはお返しできそうもない。わかるでしょ？貸金庫を開けられたら終わりなの。だからその前に何か大きな事件でも起こして貸金庫のシャッターを閉めて開けられないように。どうやって？大使は帰国する時間の変更はできない。時間が来ればとりあえず諦めて帰国するしかなくなると。
つまりあの張り紙はハッタリだってことですか。彼女は警察沙汰になることを恐れ、あのシャッターが開かないように時間を稼いでるんです。じゃあ彼女は生きているということですか。そうです。彼女は今も睡眠薬を飲んで死体のふりをしているんです。ほとぼりが冷めた頃に、つまり大使が日本を発つ午前9時を過ぎたあたりで意識を取り戻すという計画です。そしてパスワードを入力して何事もなかったかのように。つまりパスワードは彼女だけが知っている。恐ろしい女なんです。こうでもしなきゃ彼女の犯罪を止めることはできなかった。長谷川さんは真知子さんの計画に乗ったふりを装い、彼女がエメラルドを返却するのを待って告発しようと。後で警察に全て話すつもりでした。何？真知子ちゃんは生きてるのか？長谷川さんの話からするとそういうことになる。真知子ちゃん、しっかりしろ。俺が助けてやる。けどおっちゃん、矛盾だらけなんだよ。矛盾？酒井さんも長谷川さんも真知子さんが横領したと言っている。業務上横領よ。貸金庫の中の貴金属を持ち出して金に換えている。だから横領の件の信憑性は高い。しかし長谷川さんが言うように、本当に真知子さんが死体のふりをしているのなら、酒井さんが真知子さんを殺したという供述は矛盾する。それなのに酒井さんは自分が殺したと言っている。離婚して、一方に裏は、だからそれは地上のもつれからの殺人だと言ってる。一体どうなってんだ。普通は自分はやってないというもんなんだが。3人が3人とも自分が犯人だとすることで何か都合のいいことがあるはず。犯人になることで都合のいいことだ。なんだそれ。ほら、何か分かったか。ちいち、よく聞いて。真知子さんの足に赤い点が映ってるんだけど、それはおそらく。え、それで。分かった。おい、どこ行くんだ。立て戻す。おい、スリープダウンしないようにしてやる。おっちゃんは飲み友達の真知子さんのアドレスを知らないってことはないはずだよな。おっちゃん、何してんだ。いや、あの携帯を取ろうと思ってな。携帯を見れば何か分かるんじゃないかと思うんだ。その棒は？そこの植木の添え木だ。素晴らしいおっちゃん、すげえおっちゃん。その手があったんだ。そうか、そうだろ。やっぱりこの名探偵毛利小五郎にかかってはどんな密室殺人トリックも簡単なものさ。でトリックなんだよ。後で説明するよ。起爆装置が起動したんじゃないのか。やっぱりだ。おい、やっぱりってなんだ。どういうことだ、探偵坊主。真知子さんの足元の携帯は反応していない。しかしメールの着信音はこの中から聞こえる。ってことは別の携帯がこの中のどこかにあるってことさ。あるってどこに。全ての謎は
このナンバーに隠されている。バカの爆発するぞ、危ない。無念でしたね、マチコさん。もうマチコちゃん残念ながら亡くなってるよ。かわいそうに。おい、考察じゃないな。じゃあ死因は一体何なんだ。後で説明するよ。おっちゃん、この音どっから聞こえる。ここだ、ここから聞こえるぞ。片方だけ開いてる、やっぱりだ。おっちゃん、マチコさんはマスターキーを持ってるはずだ、探してくれ。おう。建物ぞ、あったぞ。分かったよ、おっちゃん。たった一つの悲しすぎる真実ってやつがな。犯人が分かりました。誰なんです犯人は。それは順を追って説明しますから。園田君、園田君、もういい。もう芝居はおしまいにしよう。これだけ第三者に知られてしまったんだ。もう君の犯罪を隠し通すことはできない。園田真知子さんはすでに亡くなっていますよ。え、そんなはずはない。警察に連絡が行くわ。爆発するぞ。心配すんな、うろたえやがって。もうすでに一回開けてあるんだ。爆発もしなければ警察に連絡も行かない。誰かがそういう風にシステムを改ざんしたんだ。どういうことなんですか。この爆破予告の偽装工作をした人物は園田真知子さんが死体のふりをするということを前提にしていた。つまりこの張り紙をした横領犯と真知子さんを殺害した殺人犯は別々にいるということです。別々にいる。そうです。コンピューターに詳しい真知子さんは半年前、銀行の上層部からある極秘任務を依頼されていました。極秘任務。銀行内の不正工作を防ぐため行員全員の個人コンピューターにハッキングし、それを監視する役目です。真知子さんは真実を証明するため前もってあるものをこの貸金庫に隠しておいた。それがこのダイアリーです。このダイアリーにはある二人の人物のメールのやり取りが記載され残っています。それは酒井さんと三村さんのやり取りです。貸金庫から大使のエメラルドの首飾りを持ち出したのはあなた方ですよね。あなた方二人は首飾りを持ち出し、それをごまかすための偽装工作を真知子さんに持ちかけた。お願い、この通り。こんなことがバレたらこの銀行が終わりになるどころか国際問題になるわ。園田君、君だけが頼りなんだ。助けてくれ。俺にはまだ小さい子供が二人もいるんだ。頼む。ねえ、明日まで待ってくれれば全部元通りになるの。それにエメラルドが戻せれば誰も損しないし傷つかないわ。園田君。真知子さんはあなた方の依頼通り防犯システムに侵入し、パスワードを改ざんしてシャッターを閉めた。頼んだわ。そうして大使が日本を去るまでの間、シャッターを開けさせないように張り紙をし、真知子さんを殺したと供述した。でも本当に殺してはいない。本当だ、殺してはいない。真知子ちゃんは死んだふりをしているだけだから、
殺したと言っても大丈夫だ、そう思ったんだよな。大使にこの貸金庫室の中に入ってほしくないあんたらにとっちゃ、殺人事件が起こった方が爆破予告も真実味が出るからな。三村さん、マチコさんとの不倫話は全くのデタラメですよね。あなたには不倫ではなく数千万の借金があった。そんなことまで書いてあるのか。だから借金返済のために酒井さんと組んだ、ですよね。どうなるんだ酒井。知らないわよそんなこと。あなた方二人は横領の犯人です。そしてマチコさんを殺した犯人、それはマチコさんを殺した犯人、それは長谷川さん、あなたですよね。何を言い出すんだ。あなたのことはこのダイアリーの中では別に書かれてありました。恋人であるあなたとの未来を夢見るマチコさんの気持ちが綴られています。お前はマチコちゃんと婚約をしていた、だろ。婚約していたのにもかかわらず、あなたは別の女性とも交際していた。取引先の社長令嬢だそうですね。でもマチコさんはあなたを信じようとしていた。だから酒井さんと二村さんに偽装工作を頼まれたこともあなただけには相談した。こう書いてあります。嬉しかった、彼が一緒に警察に行って酒井さんと二村さんを告発しようと言ってくれたってね。なのにあなたは裏切った。それも最悪な形で。ちょっと待てよ、勝手な推理ばかり並べやがって。大体俺がここに来た時はすでにシャッター閉まってたんだ。俺にどうやって彼女が殺せるって言うんだ。お前だよ。俺が今から見せてやる。マチコさんの遺体には小さな赤い出血痕がありました。マチコさんは絞殺されたんではなく毒殺されたんです。お前はそこの植木鉢にこうして添え木に見せかけた吹き矢を隠していたんだ。おそらく矢には何らかの強力な神経性の毒が塗られていた。この方法で殺害するためにはマチコさんがここで睡眠薬を飲んで死んだふりをするということをあらかじめ知っておく必要がある。しかもシャッターが降りた後であり、自分には殺害できないという供述をし、さらにこの密室の空間を利用できる唯一の人間、つまりそれは長谷川さん、あなたしかいないんですよ。それもただの憶測じゃないか。憶測じゃないわ。警視庁捜査一課の佐藤です。同じく高木です。遺体の写真は我々が分析しました。死体の状況から毒殺にほぼ間違いないの。今マチコさんのデスクに表示されていたメールアドレスにメールを送りました。しかし鳴っているのは彼女の携帯ではなく別の携帯です。何が言いたいんだ。よく聞いてください。あなたにはこの呼び出し音が鳴っている場所が分かるはずだ。分かんねえよ。0924、思い当たりませんか。マチコさんはあなたの言葉を信じて酒井さんたちに頼まれた通りにここで死んだふりをした。あなたがここに来て横領した二人を告発し自分の元に戻ってきてくれることを信じて、しかしあなたはその愛を逆手に取った。彼女が死んだふりをすることを利用して
あなたは彼女を殺害したんです。明日9月24日はあなたの誕生日ですよね。このシャッターを開けるパスワードもあなたの誕生日のナンバー0924でした。デタラメ言うな。マチコちゃんは死んだふりをしていただけで死ぬつもりなんかなかったんだ。まして自分まで殺してしまうような爆破トリックなんか使うはずはないんだ。マチコさんは横領の告発が成功した時にこの携帯電話をプレゼントとして渡すためあの貸金庫を選んだ。このプレゼントの携帯電話のメールアドレスもあなたの名前凌介とあなたの誕生日9月24日を組み合わせたものです。今までもそしてこれからもあなたに愛されますように、マチコ。誕生日おめでとう。マチコちゃんはな、マチコちゃんはおめえを、おめえみたいなろくでなしを最後まで信じてたんだ。なんで殺したんだバーラー。こんなの悲しすぎるよ長谷川さん。思い出してごらん。もうゆるく咲き散る花びら。共に笑い手をつないで歩いた並木道に何気なくあった日々たちかけがなぜ俺たちがこんな部屋に閉じ込められてたのか。全ての犯人はラン、お前だったのか。ラン！残念ですが亡くなられています。何が死んだなんて嘘だよな。君は愛するものをその手に取り返せるかな。完全に僕の負けです。ランを助けてくれ。俺は間に合わなかったのか。